こんにちは、ナチュラルライチです。今日ご紹介するのはこちら、100円ショップキャンドゥで買ってきたブラックボード、直訳すると黒板ですね。この黒板、普通の黒板とはちょっと違くて、これはチョークで書く黒板ではなくてマーカーで書く黒板なんです。開けてみましょう。ほい、A5 サイズです。下敷きみたいになってますね。マーカーは白、ピンク、水色、黄緑。ちょっと書いてみましょう。ピンクです。水色、黄緑。消したいときはこのようなウェットティッシュを使って上から拭いてあげましょう。結構このブラックボード使い勝手が良さそうですよね。例えばこんなのとか、こんなのとか。いやー、動画でいろいろ使えそうですね。100円ショップキャンドゥで買ってきたブラックボード、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。では。